Kau tahi semua. ไอ้จากสารคดี Gold Feed เราจะเห็นทาสยุคใหม่飛行機から見える夜景を見ていたら、まばゆい光が一瞬にして広がって、違法なことをしないと生活が成り立たないっていう現場がきっとある。値段には理由があると思うんです。知らず知らず我々がそういうあゆゆだとかを助長していることになってるかもしれない。海は私にとって家族みたいな存在であり、その海が人間の力によって簡単に壊れていってしまうものでもあるんだなということを感じています。食料っていうものがね、もともとは命なんですよ。でも問題の原因の一部になっているっていうことは、必ず解決の一部にもなれると思います。飛行機から見える夜景を見ていたら、まばゆい光が一瞬にして広がって、よく見たら無数の点が集合しているっていうことに気づき、そこでどうも見ていると、これは漁をしている様子だと。今こうした違法の漁業というものに関して制約をしっかりと行って、ルール作りをして、そして資源を守ろうと、その動きを知った時に、あ、全然自分はどこで取れたものなのかっていうことに関心がなかったんだなと、やっぱり気づかされました。ただおそらくあの無数の光である一つ一つの点も、その先にそれぞれの漁業者の生活がある。違法なことをしないと生活が成り立たないっていう現場がきっとある。低賃金でも搾取されようとも、そこで働かざるを得ないようなことが、強いられている。そういう経済とか社会とかの構造そのものにメスを入れていかないと、この問題は絶対に解決しないんだということも実感します。だから、まあ、お上がルールを作ってそれで終わりじゃ絶対いけないと思うんですよね。私たちがまず買うものが何なのかっていうのを選択していく。やっぱりこの市場からそういうものはメッセージとして許しません、私たちはいりませんっていう声が上がらない限りには、需要があるんだったら供給が始まってしまいますよね。そのためにも私たちがこの違法な漁業の現場の実態っていうのを知って、ただ規制して終わりじゃなくて、多くの人たちが適正な、そして持続可能な暮らしを続けられるようなものに対して知恵を集めていくっていうことが必要なんじゃないかなっていうことも感じています。私たちが本当に、まあ、持続可能な社会を作っていくために知るべきだと思うし、選択ができない中で選ばされてるんだっていう自覚を持つ必要があると、私たちは加害者になるべきじゃないと思っています。スーパーに行ってこの現場の映像とかをパッと思い浮かべる人はほとんどいないんだと思うんですよね。だから伝えることもまだまだ足りてないと思っています。現場の実情を伝えていくっていうことが、やはりこの消費者の私たちの意識を変えることの大きな起点になるのは間違いないので、ここはまあ伝える側としてはしっかりとこれからも見続けていきたい、そして一緒に考える機会を作っていきたいと思っています。